もこんにちは、もやでございます。兄です。モンタマレベル5オフ会というものを我々兄弟でやらさせていただいているんですけれども、今のところですね、全てを回した集計を出しまして、家具土がですね349分の20、おー20、確率がですね 5.7%、 まあ妥当っちゃ妥当かなと。まあちょっと1ヶ月たまって 5% しかないっていう。まあね、まあでもこんなもんなのかなみたいな。普通のガチャでね 0. 何パーとかザラだからね。ザラだからね、まあ、5% ぐらいかあるんなら、まあ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 っていう感じだと思う。20分の1ぐらいだ。そうね、あの確かあの確率アップしたっていう第2回目の時、はいはいはい、あの時は結構言ってたはずなんだよ。もっとあの時はね結構出てた ね、だよね。第3回の時に確率アップとされていて、40円で5体出てる。20%だね。そうだね、20%だったんだけど、結果的に集計したら 5.7% だった。はいはい、まあ349連してるんで、大体この確率は合ってるかなっていう、まあまあ統計的にはね、合ってるんじゃないかなと思いますね。言ってもいいぐらいだよね。ただ一つ問題があって、その349連してる間にレベル3とレベル4の対象モンスターが出てないんですよ。一体も出てない、0% なんですよ今のところ。これ本当に出るんかっていう話だよね。まあ一応それについてのリプとかはツイッターとかでもらってるんで、出ることは間違いないんですけど、あの家具土との確率差がありすぎる、ありすぎるなって思ってて、まあ悪いね、悪いだろ。だからどうせだったらレベル5まで貯めて家具土も欲しいしラファエルも欲しいしとか、あの今回ラファエル欲しい人多かったしね、っていうふうに思う中で、あのそのパーセンテージがここまで差があるのは良くないなっていうふうに思う部分があって、ただレベル4で引いた場合核土のその 5.7% ぐらいな可能性で出るのかどうかっていうのを、確かに確かに検証したいなと。今んところ見てみたい。 5% に対して 0% だからね、5% に対しての 0% だから、まあ、一応349、一般の俺らはさオフ会でみんなの見れてるからあれだけど、一人でやってたこと考えてみ、349ヶ月かかるんだよ。まあ、えらい数字だよ。えらい数字ですよ。もしも349連で1体でも出てたとしたら、確率的に 0.28% なんですよ。もしも出てたとしたらね、349分の1やとしたら 0.28% って、どうよ、一生引けない疑惑だよ。いやまあ1ヶ月に1回しか引けないからね。1ヶ月に1回しか引けないから、これが出ますよって言っていいのかっていうね。そうそうそう、あれって同じぐらい出そうに見えるじゃん。そう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 、それって結構本当はやっちゃいけない表記の仕方だったりするんだよ。そう思う。別に確率並べろとか、別にエクスプラックに対して物申すとかそういうわけではないけど、でもそのレベル 3,4 の時に引いた場合、確率値と同じぐらいの確率で出るんじゃないかなと思って。そうね、だからさっきも言ったけど、家具土も出たらいいな、今回言ったらラファエルも出たらいいなみたいな人が、そうそうそう、でも家具土とラファエルどっちが欲しい、ラファエルの方が欲しいだったら、だったらレベル4で引こうよみたいな判断ができるから、できるから、それをやりたいなと思いまして、はい、レベル4オフ会とレベル5オフ会を2回に分けてやります。で、レベル4オフ会は、1月の21日ですね。で、15時からですね、はい、やろうかなと思っております。そちらの細かいことについてはあのツイッターの方で募集いたしますので、兄が受付をやってくださるので、兄貴のツイッター概要欄の方にありますので、そちらの方フォローよろしくお願いします。フォローしてね、メッセージ今まで通りレベル5オフ会も、もうやるので、やりますので、そっちはあのその1週後、28日にの日曜日やります。はい、やりますんで、レベル4のそのオフ会に関しては、もう皆さんの協力を、そうだね、もう協力していただきたいっていう感じけど、まあでもレベル4キャラの方が欲しいかなとかって人はね、だって5まで貯めて出た人いないから、今まで僕らのオフ会では5のキャラより4のキャラの方が欲しいって人は、ちょっと試してみても1ヶ月どうでしょうかっていう、いうためにその指標にするために動画を作りたいなって思っております。はい、という形でね、1月のオフ会はレベル4とレベル5で2回行わせていただこうと思っておりますので、何卒参加希望ありましたら兄貴の方のツイッターの方までご連絡いただければなと思っております。それではですね、ご視聴いただきありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。それではバイバイ。